明石市の海岸で起きた砂浜の陥没事故で、生き埋めになった金月美穂ちゃんが亡くなってから、今日で丸19年となり、明石市の泉市長が事故現場に花を手向けました。午前9時ごろ、明石市の泉房穂市長は、幹部職員7人と事故が起きた大倉海岸を訪れ、喧嘩台に花束を手向けました。 2001年12月明石市の大蔵海岸で人工の砂浜が陥没し父親と散歩をしていた当時4歳の金月美穂ちゃんが砂浜に埋まりおよそ5か月後の5月26日に亡くなりました美穂ちゃんが亡くなってから丸19年となったきょう献花台の前で手を合わせる人の姿も見られました。泉市長は美穂ちゃんの冥福を祈るとともに 行政の責任をを強く受け止め、め安全に努めることを誓っていました。市民の命に対するやはり行政の責任というものを改めて強く感じていて過去の話ではなく今現在進行形で行政が精一杯市民の救える命を救い続けるんだと事故をめぐっては国と市の担当者4人が 業務上過失致死の罪に問われ全員の有罪が確定しています。